こんにちは。皆さんのね、パソコンの作業中に、この右下に、こんなね、メッセージ出ることないです。どんなメッセージかというと、ポップアップで、こういうのが、ボーンと浮き上がってくるんですよ。こちらですよ。で、この広告の巧妙なところっていうのは、これ今ね、スクリーンショットでやってるから、こうやって出るんですけども、カーソルがね、拒絶されるんですよ。カーソルがこの上に乗っからないんですよ。まあ、ですんで、このポップアップ広告を消す手段が見つからなかったりするんですよね。でもちょっと見るとここにですね、重要なメッセージが書いてます。黄色でいきましょうか。ここ Google Chrome なんとかかんとか .info って書いてますよね。ですんでこの広告をキャンセルしたいときは、ここに書いてあるね、 Google Chrome なんとかかんとか info っていう、まあこのキーワードでね、実は検索することができるんですよ。で、検索したらどうなるかってことなんですけども、ここに検索窓にこういうの入れますよね。はい、これです。そうすると、やっぱりね、出てくるんですよ。通知のオンオフを切り替えるみたいなね。で、これをクリックしていくと、このね、オンオフを切り替える方法を案内してくれるページに、出歩きます。で、やり方としては、こちらのね、何ですかね。パソコンで Chrome を開いて、右上のその他のアイコン、設定をクリックしますって書いてますんで、設定をクリックしますよね。設定をクリックします。下の詳細設定を押します。詳細設定ですね。詳細設定を押して、で、プライバシーとセキュリティのサイトの設定をクリックします。プライバシーとセキュリティの、サイトの設定、これですね。で、その他にやることは、通知をクリックしますって書いてますね。通知、これですね。通知をクリックします。で、その次は、次の方法で通知をブロックします。すべてブロックか、サイトをブロック。ブロックの横の追加、サイトを入力して追加ということなんで、どれをブロックすればいいのかなってことをこうやって選ぶわけですね。Google なんとかかんとかインフォってやつなんですけども、見当たらないですね。巧妙ですね、やっぱり。これブロックしたサイトがこっちの方に出てきて、すでに、で今許可してるサイトっていうのがこっちの方に一覧で出てますよね。この中からさっきの、Google なんとかかんとかインフォってやつをね、探すんですけどね。これをそうすると出なくなるんですけど、これですね。これを、拒否しないといけないかなっていうところですね。この許可をブロックにすると。これでいいんじゃないですかね。はい。どうだ。出ました。ここにブロックされましたんで、もう出ることはないのかなと思います。はい、以上で特定の広告をブロックする方法の解説を終わります。他にもね、このブロックしたい広告があったら、ここをさっきと同じ方法でブロックしていけばいいってことになりますね。で、こっちにブロックしたやつが出ているということでございます。はい、以上です。ありがとうございました。